喜多方市にいる鹿です。田んぼや畑を荒らすために年間で3000頭近くが捕獲されているんです。その喜多方市の鹿が東京の高級レストランで注目の食材になっています。熱々のお肉、東京で人気のイタリアンレストランで提供されているハンバーグです。実はこの肉、喜多方市の鹿です。この喜多方市の鹿肉が今、東京のミシュランガイド掲載の店など有名なレストランで人気のメニューとなっています。一番多く言われるのが、こんな鹿食べたことがないと。まず旨味がすごく強いんですよ。鉄分が多いとか、まあ、そういう意味合いでやっぱ女性には好まれる、そういう素質を持ってるっていうお肉だな。鹿なんですけども、本当美味しい癖しか残ってないみたいな感じの、初めて出会った鹿です。シェフたちが絶賛する喜多方市の鹿。ただ地元では鹿は田畑の農作物を荒らす厄介者の害獣です。喜多方市では毎年およそ3000頭が捕獲されています。安全第一で気をつけて。向原町の有害鳥獣捕獲班は月に2回活動しています。この日はハンター歴50年、40年のベテランなど10人程度で捕獲を開始。山を囲むようにして鹿を追い出し、出てきたところを銃で仕留めます。お、鳴りましたよ。猟犬の鳴き声を頼りに鹿を探します。今音が聞こえましたでしょ。ちょん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 、あれが鹿の鳴き声。姿は見えませんが、近くにいる鹿。開始からおよそ1時間、鹿を発見。しかし、そのまま逃げていってしまいました。その後も山を変えるなどして2時間ほど探し続けましたが、現れませんでした。通るときにはね、10頭ぐらい来てるんだよね。あ、そうなんですか。今繁殖期入っとるけね、余計ね、用心しとるかどうか知らんけどね、動かんよね、あの鹿が。そうなんです。銃での捕獲はできませんでしたが、箱の罠に鹿が捕まっていました。鹿の大部分は罠で捕獲されています。年齢は3歳ぐらいじゃないかね。向原でや5、60はあるだろうね。向原だけでも、でこれも、まあ、毎日今度餌やりに来んには生きるのですよね。で餌が腐ったらもう来んけね。だけどその管理も大変なんよね。有害鳥獣駆除いうのもやっぱりなくてはやっぱり農家の方もね、困るんだっていうところがね、できる限りね、成果を上げたいと思います。鹿を捕らえたらすぐに食肉加工場に向かいます。ここでは月に50から60頭の鹿が解体されています。まあ命取っちゃったら少しでも粗末の繊維に知らないといけないね。そしてここで食肉処理される鹿の8割以上が東京に出荷されていくといいます。まあ、広島県もあるんですが、やはり東京の方で、なんでか知らない評判がよくてね、東京ばっかりでありますよね。なぜ喜多方市の鹿肉が東京で一躍人気になったのか。全国各地の食の情報を伝えるウェブマガジンなどを運営する会社の代表、金沢大樹さんです。金沢さんは3年前、東京で開かれたイベントがきっかけで喜多方市を訪れるようになりました。素晴らしいものたくさんあったんですけど、鹿がぴょんぴょん跳ねているのを何回か見かけて、市内の世帯数を超える3万頭以上の鹿がいると聞いた金沢さん。
一方で優秀なハンターがいて加工場も作られているのに肉の流通がうまくいっていないという現状を知りました。ハンターさんに会いに行って実際にじゃあその鹿肉が美味しいかどうかを、試してみたいっていう話をして、東京の方の料理人さんたちにその鹿肉を持って帰って使ってもらったっていうのが一番最初の始まりですよね。金沢さんは秋高田市で取れる鹿肉をプレミアムディア秋高田鹿としてブランド化、2年前から徐々に有名な店で扱われるようになりました。自分自身もその鹿と出会って町の人たちと出会って、で東京の人に使ってもらえるようになって、そこのなんか駆け足みたいなことが少しでもできているっていうのを実感してるんで嬉しいですよね。東京に本社を構えていますが、秋高田市にも今月サテライトオフィスを開設して、今後は期間限定のレストランや商品開発を進めていくことにしています。地元の方にも鹿の魅力っていうのを改めて感じてもらえたら嬉しいですし、地元では厄介者の華麗な転身、秋高田鹿はまだまだこれから発展していく可能性を秘めていそうです。いずれ東京の人から広島といえば牡蠣とかお好み焼きじゃなくて、あの鹿が美味しい県ですねとか言われるようになるかもしれないですね。確かに食肉処理の仕方がまたいいんでしょうね。そうなんですね。でそこへ行くまでの狩りの仕方ですか、あんな風にするんですね。遠くに犬の鳴き声が聞こえて、なんか本当猟犬とのチームプレーで、捕獲していくということなんですね。やっぱり銃で捕獲した方が美味しい鹿が取れるということでしたけれども、広島でも秋高田市にサテライトオフィスを開設して、また期間限定でのレストランも予定しているということですので、全国の方はもちろん広島の方にもぜひこの鹿肉を食べてほしいということでした。